んにちは。ジャズボーカリストの溝口恵美子です。ビリーです。こんにちは。大変なことになっておりますが、皆さんお元気でしょうか。今日は、自分のレッスンを受けてくださっている生徒さんのために動画を作ったんですけど、その時に思いついたので、皆さんにも、動画を作ろうと思ってこのチャンネル初めてのちょっと喋ってますが、とにかく皆さん呼吸をしてくださいね。鼻から息をいっぱい吸って吐いてくださいね。やってください。なんかこのお腹のあたりがムカムカしてる人が多いかもしれません。その辺をこう触りながら吸って、でその辺から悪いものを吐き出すように、ふーってもう時々ふーとか言いながらでもいいので、吐いてくださいね。呼吸がきっと皆さん浅くなってきているかなと思いますので、なんとか、深呼吸、鼻で吸って口で吐いて、そしてたまにはですね、声を出してなんか気分いい、ちょっといい時は歌ったりしながら、なんとか免疫を下げないで、心身ともに健康で過ごしてほしいと思います。でそんな中で、私のお母さんが、いつも家事をしながらとにかく歌ってる人だったんですね。けど、まあ、洗濯をしながらはーとか歌ったり、料理しながらわーってこう歌ったり、それから私がこう熱を出して怖い時なんかはこうそばで必ずお母さんの歌を歌ってもらって、それでなんか泣いたりして、うーとか泣いたりして、そしたらなんか泣いた後にスーッと寝れたりしたんですけど、でそんなこんななんですが、その時に母がよく歌っていた歌があるんですが、たまたまちょっと浜村雅子さんというピアニストと一緒に、私は日本語の歌というプロジェクトをやってたんですが、その雅子さんの、が去年亡くなられて、その遺品の中からたくさんの譜面が出てきて、私もそれを時間ができたので、いろいろこう読み解いていこうと思ってやってたら、2人でやってた曲もいっぱい出てきて、でその中にこのお母さんがよく歌ってくれた歌が出てきまして、この見えますか、いつでもこれが出てきたので、歌いたくなったので歌います。で、まあもう今歌なんか聴いてる場合じゃないよという方はスルーしていただいて、よかったら聴いてください。いつでも夢を。星より密かに、雨より優しく、あの子はいつも歌ってる。声が聞こえる、寂しい胸に涙に濡れたこの胸に、言っているいる、お持ちなさいな、いつでも夢を、いつでも夢、星より密かに、雨より優しく、あの子はいつも歌ってる。歩いて歩いて
歩いて悲しい夜更けもあの子の声は流れ来るすすり泣いてるこの顔を上げて聞いてる歌の懐かしさ生きているいるお持ちなさいないつでも夢をいつでも夢歩いて悲しい夜更けもあの子の声は流れ来る生きているいるお持ちなさいないつでもいつでも夢を儚い涙を嬉しい涙にあの子は帰る歌声でご視聴ありがとうございました。またこのチャンネルでは、何かしらアップしていこうと思いますが、よかったら見て、そして知ってる歌だったら一緒に歌ったりしてください。ビリーも皆さんに元気でいてほしいと言ってますではまた本当に、体気をつけて、なんとか頑張っていきましょう。では